ね、みんなね、あの、ちょっと引かないでほしいんだけどさ、今さ、お家にさ、ハサミがなくて。なんかどこ探してもハサミがなくて。でも今、あの、用事があって外に出なきゃいけなかったの。で、前髪が伸びきってたから、目にかかってたから、うわ、どうしても切りたいなって思った時に、爪切りだーってなって、爪切りで前髪切ったんだよね。爪切りしかないと思って。意外とね、ちゃんと切れば。今、前髪を洗濯バサミで留め、前髪を爪切りで切る。どうしよう、これで美容室に褒められたら。前髪自分で切ってるんですか？上手ですねーとかなって。それ最近、めっちゃ最近だよ。で、その前髪で会った人たちいるから。あの、二次三次の人で。でも何にも言われなかった。爪切りで切った前髪なんて。あ、委員長も見たね。あ、そうじゃん。委員長も見た。イーブの爪切り前髪。いや、委員長は引かないよ。委員長は、イーブのちょっとやそっとでは引かない。ぐらい委員長も変わってるから、割と気が合うと思っている。夢の中にはね。なんか、変人っぽさがね、すごい、お互い興味を持てる変人っぽさな気がするから。